ちょっとマニアックすぎるんだよな。クフ王のね、あの始まりましたよ。見たんですか？え、あ、テレビでね。良平さんはいかがですか？ちょっと僕後に回してもらっていいですか？分かりました。浮かんでるんですけど、はい、あ、どうしようかな。テンション、私謎解きが好きなんですけど、リアル脱出ゲームで、それで最近も時間を見つけて行って、無事成功できた時はめちゃめちゃテンション上がりました、うん、なかなかそう、好きでたくさんお家でもやったりもするんですけど、成功率かなり低いんですよ。ご自身がですか？はい、好きなだけで別にうまくはないみたいな感じなので、そんな中で久しぶりに成功できて結構上がりました。その成功した瞬間は西野さんってなんか声を上げたりとかされるんですか？でもやったーって言いますね。その言葉は言いますけど、そんなにこう身振りはそんな、そんな感じです。はい、バイジャクさん、大谷翔平がホームラン打つたびにテンション上がってます。もう大声で叫んでます。それはもう何度も何度も、今何号でしたか？40ですよね。俺も一本ずつ見てレフト行ってライト行って、どういったお気持ちになられますか？こっちでもあるなー、やったーみたいなね。良平さんもそういう風にテンション上がることありますか？ありますね。いや、いっぱい思いついてるんですけど、ちょっとマニアックすぎるんだよな。いや、ぜひとも聞かせてくださいよ。僕は良平さんのマニアック話を欲してますよ。いや、せっかくメディアの方にも集まっていただいて、はい、僕のちょっと趣味になってしまうんですけど、最近クフ王のね、始まりましたよ。太陽の船っていう、もう船発掘された船があるんですよ。当時のままのね、船が発掘されてて、それが新しくできたカイロの博物館に移送されるっていうことがあって、すごかったよね、あれ。いや、知ってますか？見た、すごかった。あれすごいですよね。よかった、仲間がいました。それを運ぶために専用のコンテナを作って、夜その道路全部封鎖して、当時の船を通っていくんだけど、そのコンテナが特注のやつで、コンテナの表に光る太陽の船が書いてある。もう一大イリュージョンを見てるようなね。ね、びっくりした。暗闇の中を光る太陽の船がブワーってカイロに向けて移動していく。へえ、ほら、幻想的。いや、へえ、それ見たんですか？え、あ、テレビでね。それでも確かにテンション上がる。テンション上がる、上がりますよ。なんかね、うわーっていう、そのすごいことですから、木製の船ですからね、それが今でも残ってたって、ね、確かクフ王の時代から4500年ぐらい前のものが残ってるんですよ、ロマンがあるな、ね、ロマンがありますね。ぜひともいつかご自身の目で見た時の感動もシェアしてくれば嬉しいです。、はい、行きたいです。ツイッターに書きます。良平さん、ありがとうございます。